はい、どうもこんにちは、赤字幕です。今回はこれ、先日久々ゲオンに行ってきて、ついでに気になったこれ、骨伝導ワイヤレスヘッドホン、これを買ってきました。先月発売されていたんですけど、僕はそれ気づかずに店頭で見つけてびっくり。新しいの出てました。はい、これ以前ご紹介したものに比べて結構軽くなっていて、長時間つけていても痛くなりにくい、こういう商品になってます。はい、それではまずこの新型ゲオの骨伝導ワイヤレスヘッドホン、どんなものか特徴をチェックして、その後開けて中見て使ってみたいと思います。それでは始めていきます。今回ご紹介するのは GRFD-BCH-BH330 です。はい、でゲオさんの商品といえばこれ、オープンって書いてますよね。これね、開きます。バカリンコ。はい、こんな感じ。中が見えるか。このパッケージはナイスアイデア。これから自分が買いたいものを、こんな風にチェックできます。で、商品の特徴としては、2台同時接続可能、マルチポイント機能対応、高感度 ENC マイク搭載、15.9mm ドライバー搭載、背面はこんな感じ。防水等級は IPX6、Bluetooth バージョンは 5.3、太陽コーデックは SBC-AAC、気になる方は一時停止を駆使してご確認なさってください。各部の名称、サイズはこんな感じ。あ、で、そうそう。骨伝導とは、耳を塞がないヘッドホン、聴覚器官に直接振動を送り、音を伝える設計のため、使用中でも周囲の音を聞きながら使用することができます。日常の家事や移動時に加え、トレーニング運動時ほか、様々な生活シーンのながら使いに適してます。はい、こういう商品です。で、今回、カラバリ3種類、ブラック、レッド、ネイビーブルーのうち、僕はネイビーブルーを買いました。はい、それでは、開けて使ってみたいと思います。はい、それでは行きますよ。せーの。来たー。あ、軽。あ、細。はい、これが、ゲオの最新、骨伝導ワイヤレスヘッドホン。はい、こんな感じ。あ、ほんとスリムに、コンパクトになりました。で、付属品は、USB-A to Type-C ケーブル。充電は Type-C でいけますね。はい、このあたり、ポイントでかい。で、あとね、骨伝導といえば、耳栓。これをすることで、さらに音の聞こえ。これが良くなるそうですけど、骨伝導ヘッドホン使って、耳栓使うぐらいなら、普通にイヤホンヘッドホン使った方がいいんじゃないかと思ってるんで、これはちょっと避けておきます。で、あと、あ、こういったサッシになった、取扱説明書。はい、もちろん、日本語の説明書がついてます。はい、それでは、とりあえず、骨伝導ワイヤレスヘッドホン、装着してみたいと思います。僕みたいな、デカ顔デカ頭、これちゃんとフィットするのかどうか、ちょっと不安なんですけど、試してみます。はい、大丈夫。とりあえずこの振動板、さっとかけるだけで、この面がぴったり、僕の顔にもフィットしました。はい、これ先日ご紹介した、んーコインズさんの、あの骨伝導ワイヤレスヘッドホンは、肌から浮いちゃって、全然骨伝導しなかったんで、これは大丈夫そうです。で、本体には、さっきご覧いただいた、USB Type-C ポートと、その下部に、はい、ここ、電源ボタンがついてます。これを長押しすることで、電源入りました。接続したい機器の Bluetooth 設定を開いて、BCH-BH330、これをタップ、ペア設定をタップ、はい、接続できました。なんですけど、あれ、これコーデック SBC になってるな。やっぱり太陽コーデック AAC って書いてますけど、なぜか僕の Mi 11 Lite 5G では SBC になってます。はい、ただ、思ったよりこれ、起動時の英語のアナウンス、結構いい感じで聞こえてきたんで、とりあえずこのまま、音楽に動画、ちょっと試してみたいと思います。はい、視聴終わりました。で、まずはマルチポイント。2台のスマホにつなげてみて、1台のスマホで聞いていて、こっちをスリープ、もう一本のスマホを起動させると、スムーズにつながりました。このあたりは特に問題なかったです。で、次に、ステレオチェック。逆位相チェック。これも問題なし。で、さっき、コーデック SBC だったっていう部分、このあたりでちょっと不安を感じたんですけど、はい、今からお話しする内容。その前にお話ししておくと、
僕は正直、デジモンのガジェット好きの普通のおじさんです。多少こういうことをしてるんで、イヤホン、ヘッドホンに関しても若干経験値は多めですけど、ただ特別詳しいわけではなくて、普通のおじさんが普通にこういったデジモンのガジェットを使ってみてどう感じたかをお話ししてるんですけど、控えめに言ってこのゲオの骨伝導ワイヤレスヘッドホン最高です。いやマジっすか。起動した時の案内音声、それを聞いた時、あれこれちょっと違うなって思ったんですけど、その後音楽を再生してびっくり。いやこれマジでこんなにお安いのにめちゃめちゃクリアなんすよ。で、あくまでこれカナル型とか普通のイヤホン、ヘッドホン、そういうものと比べて特別いいとは言いません。ただこれ骨伝導ヘッドホン、その中で、あ、これ言いにくいんですけど、僕的には過去使ったものの中で最上位と言っても過言ではないぐらい、それぐらいクリアにしっかりといい音出てました。これ本当にわかに信じがたくて、1万円オーバーの骨伝導ヘッドホン、それも最近使ってなかったんで引っ張り出してきて聞き比べてみたんですよ。はい、でもちろんそっちも音はいいんですけど、クリアさが何度聞いてもこっちに軍配上がるんですよ。音の細やかさとかそういう部分も考えると、んー、どうかな。いやでもこれほんとあまり褒めすぎると期待値上がりすぎて、買って使ってみた時にえ、こんなもんかって思うかもしれませんけど、いや骨伝導の中ではほんとかなりいいんじゃないかと思いました。少なくとも過去ゲオで販売されていた骨伝導ワイヤレスヘッドホン、それが10点満点中僕の評価では5点ぐらいだったかな。とするとこれ15点あげます。それぐらいくっきりはっきり結構いい感じ。ただちょっと気になったのは音の遅延、これもかなり少ないのは少ないんですけど、最近の安価なイヤホンほんとほぼ遅延ないものも多かったんで、それに比べるとほんのちょっとだけ遅延を感じました。あともう一点はやっぱりこれ AAC 対応って書いてるんだけど、僕の端末では SBC になっていたこと、このあたりもちょっと気になりました。いやでもね、この手のお安いクラスの骨伝導ワイヤレスヘッドホン、お探しの方は試してみてもいいんじゃないかって言えるぐらい、これほんとこの良さが分かれば結構バカ売れするんじゃないかっていうぐらい。はい、このあたりあくまで骨伝導なりに高音質というか、もうほんとくっきりはっきり、いや今回はやられました。ゲオの骨伝導ワイヤレスヘッドホン、説明欄にリンク貼っときます。よかったらチェックしてみてください。はい、でこれやっぱりね、音漏れはします。はい、こんな感じ。でもいわゆる一般的なお安い骨伝導ワイヤレスヘッドホン、それに比べるとかなり小さめな気はします。ただ普通のイヤホン、ヘッドホンよりも結構音漏れはするんで、そのあたりはご注意ください。で、あとついでに内蔵マイクチェックしておきます。もしもし、今これゲオの骨伝導ワイヤレスヘッドホン、その内蔵マイクで音声を収録してます。音声の感じどうでしょうか。はい、これがゲオの最新骨伝導ワイヤレスヘッドホン内蔵マイクの音声です。はい、どうでしょうか。安価なヘッドホンの割に悪くないんじゃないですかね。防水規格も全モデルから向上していて、 IPX6 このあたりも良くなっていて、それで税込み3278円。いやこれは本当騙されたと思って、僕に騙されたらすいません。でも少なくとも僕の骨伝導歴、その中でかなり上位に入ってくる、そういった商品になってました。よかったらこれゲオ店頭でも販売してますし、オンラインでも販売されてます。一応説明欄にリンク貼っときます。よかったらチェックしてみてください。ということで、ゲオの骨伝導ワイヤレスヘッドホン最新モデル買ってみて試してみたところ、かなりよくでき、正直ぶっちゃけニコイズさんのものよりも断然こっちがおすすめ、そういった感じになってたんで、よかったらご参考になさってみてください。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。カジマックでした。